なんかさ、長命種は長く生きられるけど、悩んだり苦しんだりするところはうちら短命種と変わらないんだね。近くなのになんでまだ帰らないの？ご心配なさらずとも、私なら大事ありません。それに将軍様に命じられた以上逆らうわけにもいきませんので。帝雲さんの命に関わることだ。もう帰った方がいい。将軍には俺たちから説明しておく。本当に問題ありませんのに私は長年宇宙を航行していますが、実際に越暦と呼べる年月は十数年程度なのですよ。そう考えるとむしろ皆様の方が年配かもしれませんね。煙が薄くなった気がする。いや、まだだ。先を急ごう。何者？捧げる。もっと反抗、陽動、霊落。乗ってる？おやすみ。大したことないね。大丈夫、問題はない。もっと亡者再臨。炎のエリア断ち切れ。乗ってる？陽動、霊落。お薬の時間よ。戦士を授けん。償いたまえ。おやすみ。もっと大したことない。亡者再臨。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。は、早く閉じて。なんでまた起動したの？ソンゴの意志を発目して待とう。何者？償いたまえ。平気よ。持ってる？反抗、陽動、霊落。おやすみ。大丈夫、問題はない。炎のエリア断ち切れ。乗った。この程度問題はない。大丈夫、問題はない。厄介を避け。亡者再臨。乗ってる？おやすみ。反抗、陽動、霊落。炎のエリア断ち切れ。おやすみ。乗ってる？
自分の意志で結末にたどり着いてみせる。よし、これで任務か。炭炉が消えてしまった。問題ありません。来るべきものが訪れたまで。お前だったの、タンス。お会いできて光栄です、大木様。あまり驚いていらっしゃらないようですね。ふん、薬王秘伝が探偵誌に隠れていることは将軍も私も知っていたわ。ただ確たる証拠がなければ六氏を審判することはできないから、ちょうどよかったかもしれないわね。性格の邪推を泉州に引き入れ、剣木をよみがえらせた上、人々を魔音の身に貶めた。これらの大罪すべて獣王氏に清算してもらいましょう。大罪、私が罪を犯したというのなら泉州の祖先たちも大罪人ではありませんか。北条の賜物を受け子孫たちを長命主にしたのは彼らなのだから。薬王秘伝はただ彼らが歩んできた道をたどり、さらなる調達を求めたに過ぎません。その時剣木の根は泉州羅布を包み込み、まるで生きているかのようでした。我々は政界において他の追随を許さない存在になった。全ての人々が得道して仙人となり、自由自在に変化することができたのです。それに比べて今の泉州のありさまを見てください。要求に惑わされ、北条の民によって幾度も途端の苦しみを味わってきました。ああ、嘆かわしい。無知を責めるつもりはありません。私たちは剣木が誕生した時代に生まれ、その奇跡を見届けたわけではありませんから。どんなご考説を持ち出すのかと思えば、力を求めるだのなんだのとありきたりな言葉ばかりじゃない。泉州の祖先たちが帝宮と共に戦い、獣王氏を設立して生死を定めたのは、再び人間として生きようとしたからよ。仙人、泉州に仙人などいない。北条の見業も生死を操ることも、お前たちのしていることは人ならざる外道の所業に過ぎない。お話になりませんね、大木様。あなた様は選択をなさった。したこと、もう一度お見せしましょう。悪い子ね。おやすみ。お別れの時だ。厄介を避け。盛り上がってるじゃん。はい。槍先に火を、炎のエリオ、断ち切れ。チャンスだよ。亡者再臨。天使を授けん。ギリシャ、大丈夫、問題はない。おのれを解き、反抗、陽動、霊落。間に合った。ほんの気持ちよ、気にしないで。こっからが本番だよ。おやすみ。いい度胸だね。ダンス、戦闘準備。その程度。敵よ。
だ。お注射の時間よ。大したことない、食材の時だ。元気よ。やっかよさっけ。すっきりした。もうじゃ再臨。解き放つ準備はいい？反抗、陽動、霊落。チャンスだよ。やり先に火を、炎のエリオ、断ち切れ。範囲になれ。この曲をあんたに。乗ってる。私が守る。平気よ。お注射の時間、お休み。盛り上がってるじゃん。いい度胸だね。天使を授けん。気をつけるわ。この曲はあんたに。ハイになる。もうじゃ再臨。己を解き放つ準備。反抗、陽動、霊落。そのお注射の時間よ。お休み。お別れの時だ。ランス、戦闘準備。こっからが本番だよ。範囲になれ。慈悲深き薬王よ、我が元へ。炎の火を断ち切れ。沈黙よ、我が元へ。持った。悪い子ね。おやすみ。いい度胸だね。やっかよ、避け。すっきりした。身の守りつけ。私は死ぬでした。大丈夫。もうじゃ再臨。間に合った。ほんの気持ちよ。気にしないで。盛り上がってるじゃん。乗ってる。お薬の時間よ。調子が良くなったよ。己を解き放つ準備はいい？反抗、陽動、霊落。お注射の時間よ。天使を授けん。助かった、ありがとう。沈黙よ。大丈夫、問題はない。やっかよ、避け。助かった、ありがとう。もうじゃ再臨。やり先に火を、炎のエリオ、断ち切れ。その程度間に合った。ほんの気持ちよ。気にしないで。助かった、この曲はあんたに。ハイになる。身にまとりつけ。私は死にでした。いい度胸だね。天使を授けん。私が守る。
盛り上がってるじゃん。平気よ。お薬の時間よ。すっきりした。大丈夫、問題はない。ま、ほんの気持ちよ。気にしないで。どうかはここらにあり。もっと己を解き放つ。反抗、陽動、霊落。チャンスだよ。やり先に火を。炎のエリオ、断ち切れ。焼きかよ、叫ん。すっきりした。負けつけ。亡者再臨。戦士の変化。お別れの時だ。天使を授けん。乗ってる。助かった。ありがとう。問題はない。やっかよ、避け。助かった。この覚悟はあんたに。灰になれ。天使を授けん。負けつけ。亡者再臨。私は死んでた。その手。お薬の時間よ。ほんの気持ちよ。気にしないで。調子が良くなったよ。ランス、戦闘準備。盛り上がってるじゃん。やり先に火を。炎のエリオ、断ち切れ。平気よ。己を解き放つ準備。反抗、陽動、霊落。お別れの時だ。やったよ、避け。助かった、ありがとう。はい、やなれ。造花は心にあり。お注射の時間よ。おやすみ。この曲はあんたに。はい、になれ。地獄よ、バッと下せ。身にまとめつけ。いい度胸。天使を授けん。悪い気。私が守る。負けつけ。やっかよ、避け。気をつけるわ。戦後はない。盛り上がってるじゃん。乗ってる。天使を授けん。助かった、泣いたまえ。亡者再臨。元魂の力。生死の変化。ランス、戦闘準備。よ、避け。やり先に火を。炎のエリオ、断ち切れ。お注射の時間よ。おやすみ。その命は問題はない。間に合う。ほんの気持ちよ。気にしないで。みんな手につけ。天使を授けん。己を解き放つ。反抗、陽動、霊落。私が守る。お薬の時間よ。お別れの時だ。負けつけ。私は失敗した。もっと。助かった、ありがとう。亡者再臨。
なれ。ゾウ様、ここらにあり。まに、ほんの気持ちよ。気にしないで。助かった。ありがとう。沈黙よ、バトルを下せ。みんな手につけ。やっかよ、避け。償いたまえ。悪い気が天使を授けん。この曲をあんたに。待ってる。犯行、陽動、霊落。槍先に火を、炎のエリオ断ち切れ。負けつけ。平気よ。全然当たった。お注射の時間よ。お薬の時間よ。ハイになれ。いい度胸、逆かよ、避け。気をつけるわ。幻魂の力を。亡者再臨。精神の変化。悪い子ね。おやすみ。盛り上がってるじゃん。もっと天使を授けん。助かった。ありがとう。ないたまえ。チャンスだよ。みんな手につけ。ゾウ様、ここらにあり。お注射。なぜ、なぜなの。彼女は。金木は降臨する。不朽の聖句を携え、性格を授けた者がそう言っていた。剣道百王秘伝は成し遂げました。絶滅大君も約束を果たしなさい。今ここで。あらあら、どうして私の手を汚させようとするのでしょう。これでは私の壊滅の美学に背いてしまうではありませんか。選手を内部から解体するには他の手を考えなければならないようですね。残念。もっと観察したかったのに。王城の恩恵を受けたんですもの。壊滅の祝福に耐えられるのも当然だね。本陣の皆さん、改めて自己紹介させてもらう。わらわこそは絶滅大君、元老。こたびこの地へ訪れたのは、この聖州にこの呼び、自ら滅びへの道を歩んでおるのに。天運が、テリオンの絶滅大君。一体どういうこと。落ち着きなさい。大敵を前に心を乱してはダメ。手の施しようがないわね。おやすみ。亡者再臨。いい度胸だ。天使を授けん。私が守る。やっかよ、避け。
キリした？ほんの気持ちよ。気にしないで。助かった。ありがとう。盛り上がってるじゃん。おやすみ。こっからが本番だよ。乗ってる？天使を授けん。償いたまえ。おやすみ。この曲はあんた。ハイになれ。盛り上がってるじゃん。ハイになれ。己を解き放つ準備はいい？暗黒陽動霊楽。やり先に火を。炎のエリオ断ち切れ。亡者再臨。手の施しようがないわね。おやすみ。いい度胸だね。この曲はあんた。悪い子ね。ランス、戦闘準備。やっかよ、避け。助かった。ありがとう。もっと。おやすみ。お別れの時だ。天使を授けん。気をつけるわ。償いたまえ。私が守る。平気よ。待ってる。戦士に目をつけたのが封縁でも聖章でもなかったことに感謝するがいい。我らは自らの手で壊滅を作り出すのは嫌いなのだ。あの将軍は言うほどわらわを舞台に上がらせたかったらしい。そこまで期待されては仕方がない。別だないものだが披露させてもらおう。この火をそろそろ時間だ。この役者どもと心ゆくまで楽しむがよい。お注射の時間よ。お薬の時間よ。助かった。ありがとう。やっかよ、避け。助かった。ありがとう。この部屋。いい度胸だね。この曲はあんたに。もっと。私が守る。己を解き放つ準備はいい？はっ。暗黒陽動霊楽。まほんの気持ちよ。気にしないで。助かった。ありがとう。出したことないね。やり先に火を。炎のエリオ断ち切れ。盛り上がってるじゃん。おやすみ。ダンス、戦闘準備。さあ、亡者再臨。食材の時だ。お注射の時間よ。私が守る。お別れの時だ。この曲はハイになれ。おやすみ。いい度胸。やったよ、避け。助かった。
盛り上がってるぜ。悪い子ね。天使を授けん、償いたまえ。ほんの気持ちよ、気にしないで。槍先に火を、炎のエリオ、断ち切れ。お別れの時だ。ハイになれ。おやすみ。大丈夫、問題はない。己を解き放つ。反抗、陽動、霊落。チャンスだよ。おやすみ。この曲をあんたに。ハイになれ。やっかよ、避け。助かった。お別れの時だ。おやすみ。乗ってる。槍先に火を、炎のエリオ、断ち切れ。己を解き放つ。反抗、陽動、霊落。いい度胸だね。お注射の時間よ。もっと。自分、悪い子ね。おやすみ。ダンス、戦闘準備。乗ってる。亡者再臨。手の施しよ。やっかよ、避け。次の一構え。己を解き放つ。反抗、陽動、霊落。お注射の時間よ。おやすみ。ハイになれ。悪い子ね。お薬の時間よ。助かった、ありがとう。お別れの時だ。亡者再臨。槍先に火を、炎のエリオ、断ち切れ。私が守る。お注射の時間よ。おやすみ。乗ってる。天使を授けん、償いたまえ。悪い子ね。助かった。この曲はありがとう。ハイになれ。大丈夫、問題はない。やっかよ、避け。いい度胸だ。亡者再臨。己を解き放つ。反抗、陽動、霊落。槍先に火を、炎のエリオ、断ち切れ。手の施しようがないわね。ダンス、戦闘準備。お別れの時。
お注射の時間よ。お休み。盛り上がってるじゃん。もっと。私が守る。いい度胸だ。この曲をあんたに。乗ってる。天使を授けん。すっきりした。悪い子ね。おやすみ。お別れの時だ。厄介を避け。償いたまえ。もうじゃ再臨。己を解き放つ。反抗陽動霊楽。その手を。もっと。お注射の時間よ。ランス、戦闘準備。ん？天使を授けん。気をつけるわ。盛り上がってるじゃん。乗ってる？槍先に火を。炎のエリオ、断ち切れ。悪い子ね。いい度胸だ。この曲をあんたに。もっと己を解き放つ。反抗陽動霊楽。厄介を避け。助かった。ありがとう。おやすみ。お別れの時だ。亡者再臨。こっからが本。大丈夫、問題はない。持ってる。お注射の時間よ。お休み。もっと。いい度胸だね。悪い子ね。私が守る。乗ってる。反抗陽動霊楽。槍先に火を。炎のエリオ、断ち切れ。お注射の時間よ。お休み。お別れの時だ。盛り上がってるじゃん。もっと。天使を授けん。助かった。ありがとう。亡者再臨。つまり今までうちらと一緒に行動してた帝雲はレギオンの人間だったってこと？さっき帝雲の体から出た炎は何？帝雲の体は、あの子の体はどこに行っちゃったの？幼児ちゃん、幼児ちゃんなら何か知らない？さっきは何が起こったの？あの炎は絶滅大君元老を自称した。この名前は以前他の七死人から聞いたことがある。彼女はナヌークの帰化にして七体君の一人、凡人の自滅に執着していて、多くの生命が彼女に誘われ未来永劫の深淵に落ちていった。それはつまり、あの天白氏の娘は元老に惑わされてレギオンの手先になったということ？いや、それはわからない。元老は精神と物質双方の壊滅を、心の崩壊による肉体の滅亡を好んでいる。だがテイウンさんの言動は惑わされたり操られたりしているようには見えなかった。もしあれが本物のテイウンさんでないとすれば、元老が化けていた可能性が高い。幼児ちゃん、それってつまり本物のテイウンは。
すまないなのか、まだはっきりとしたことは言えない。本物のテイウンさんがどこにいるのか、いつすり替わったのか、あの体が消えてしまった以上、俺たちに調べる術はないんだ。これはあくまで個人的な推測と希望だが、もしあれがテイウンさんだとしたら、わざわざ元老が証拠を破壊する理由がない。亡骸を敵の前に投げ捨てた方が彼女の壊滅の美学にふさわしいからな。そう考えると、俺たちの混乱と猜疑心を煽り、自分の毒策にはまるよう仕向けることこそ。なるほど。薬王秘伝が反乱を起こしたのもレギオンのタイ君と裏で手を組んでいたからなのね。奴は先週人の姿に化けて性格をラフに持ち込み、奴の狙いは剣木に違いないわ。剣木に手を加えることはラフの根源を奪うようなもの。そうすればよ、精査に乗ってすぐ前に見えるのが剣木を封印している同点林縁橋よ。さあ出発しましょう。先週人の姿に化けて私たちを愚弄していたなんて。何より心配なのは、この先週にあとどれだけの反物質レギオンが潜んでいるのかわからないことね。ここは…無口くん詳しいんだね。探偵士で間違いなさそう。途中で途切れ途切れの命令が届いたけど、運気軍をここに集結させるっていう内容だった。きっと性格の問題を解決するためだろうね。ここまで来てついに運気軍の影が見えてきた。ようやくタイに戻れる。ね、私は嘘をついてなかったでしょ。安全な場所に案内するって言った以上、絶対に案内してみせる。ちょっと遠回りしたけど。聖査会に行く前にとある牧者に今回の旅の運勢を占ってもらったんだ。彼はこう言っていた。従うのみ。行く先を気にせず流れに身を任せれば得るものがある。え、つまりお嬢さんに礼を言っているんだよ。あ、そう。じゃあ私は長官のところに報告に行ってくるね。あんたたちはこの辺りを見て回ってなよ。でも後で運気軍が護送に来るから、あんまり遠くには行かないように。一向に通信がつながらない。あいつらに何があったのかさえは。運気軍は性格のために兵力を集めているようだが、カフカが俺たちをおびき寄せた理由は何だ。あいつらは、ジンは今どうなっている。時間を無駄にしすぎた。情報が必要だ。二人には悪いが、俺は仲間たちと合流しなければならない。ここまで世話になった。大きなこの間、この耐震堤は我ら寿命族の運輪の術で駆動しています。湖海の水を飲み、クジラが虹を吸い込むように丹薬を練り上げているのです。
寿命が協力して作った探路にはその全てに運軍の術がかけられております。さあ若様、恩義で感じてみてください。世はからくりに頼らずとも水を操れる。感じたところで何の意味がある。若様は選ばれし者、資質で言えば当然秀逸だと言えるでしょう。寿命族の親鋭、過去の影はまだ消えていないのか。この記憶は、いや、もう俺には関係のないことだ。みんな、あんたは神竜の生まれ変わりだって言ってるけど、本当なの？ふん。竜、今の俺は泉州から追放された身、もう不朽の竜の血族ではない。あなた様が一人前になられるところを悲しむことはありません。寿命は消滅を繰り返しこの世に存在し続ける。あなた様が竜尊になられた頃には私も幼児に転生していることでしょう。その時は温かく接してやる。すまないが、ここに留まるわけにはいかない。すでに俺の仲間たちがここを離れた。早く彼らに追いつかなければならないんだ。あなた様は相変わらず害を通されるのですね。私どもの話を聞かしこまりました。李遠京への船は岸辺にありますので。ええ、時間通りね。あの感情が湧き上がってくるのを感じるぞ、カフカ。そうだ、この感覚だ。それなら解き放ちましょう、魔音の実を。よく来たな。今こそ代価を支払う時だ。姿を変えれば逃げられると思ったか。逃がす。お前にもその女にも何度も言ったはずだ。俺は炭鉱だと。炭鉱はお前たちの過去と何の関係もない。炭鉱。見た目を変え、身分を変えれば過去の罪をなかったことにできると思ったら大間違いだ。貴様はまだ死を経験していない。あの苦痛を味わわせてやる。炭鉱、貴様に死の苦痛をな。それはダメだよ。君は今日ここで誰も殺せない。指名手配犯、君には僕と一緒に来て。権限についている小僧か。奴は時期の見極め方を教えなかったようだな。ねえ、君は離れた方がいいよ。もし戦いに巻き込まれたら。あれ、君の顔どこかで見たことがあるような。気をつけろ。無駄だ。その正体を現せ。やめろ。
よくも小僧、教えてやる。そこにいるのは銃の悪逆を犯すし、先週を裏切り大乱を起こし、衛星に追放された寿命の竜族陰月君だ。先週に潜り込んだのがハンターだけだと思ったか。ならばどちらも捕らえて将軍に裁いてもらうまで。その悪名は聞いたことがあるよ、陰月君。まさか性格ハンターだけでなく重罪人が一人泉州に潜り込んでいるとは。騒ぎを起こすつもりはない。泉州に来たのは友人の安否を確認するためだ。弁解は優秀国に入ってから聞かせてもらおうか。ならばどいてもらうぞ。いいぞ、こうでなくてはな。陰月よ、友人との再会はもう叶わぬかもし、奴らも今頃苦戦しているだろう。黙れ、君も行く。いいだろう、ならもう少し盛り上げようじゃない。ああ、カフカ。ええ、そうしましょう。聞いて、ジンちゃん、束縛を。さあ、行くぞ。避難そうそう、ガキが相手だから手を下せぬ。足りない。美月たちの方はどうなっている？早く終わらせなければ。確かに二人とも手強いね。となるとこの技で足止めするしかないかな。その剣、見覚えがある。あの女に教わったか。これ以上時間を取られるわけには。ことを荒立てるのは本意ではないが、他に方法がないようだ。すまない。天候の荒波、早く終わらそう。期待に応えられなく、僕はまだ戦える。はい、そこまで。みんな聞いて、もうやめなさい。どう、じんちゃん、満足した？何をした？これから登場する御仁を迎えるためのちょっとした準備ってところかしら。ラフの将軍様の前でジンちゃんや君たちが笑い草になったら困るもん。二人が久々に帰ってきたというのに、何とも気まずい場面になっているようだ。旧友を懐かしく思うのであれば、
もっと早く知らせてくれてもよかったんじゃない。俺のやるべきことはもう終わった。ああ、そうだろうとも。君たちは以前泉州を助けてくれた。わずかな助力だったとはいえ感謝しているんだ。将軍、今はそんなことを言っている場合ではない。久しぶりだな、古き友。俺は彼じゃない。ああ、すまない。まだ行かせるわけにはいかない。列車の友人たちが林縁橋で君を待っているんだ。私と一緒に彼らに会いに行こう。月照らす湖海、妙境に勝る。林縁橋の景色は以前見た時と変わらないというのに、再びここに立つ君と私はもう違う。たとえ肉体が滅びぬ長命種だとしても。将軍は寿命族の輪廻転生を知っているはずだ。湖海の水はすでに丹風の罪を洗い流している。かつて将軍とここに立った者はもういない。俺の名は炭鉱だ。あの炭風が英雄だろうと咎人だろうと俺とは関係ない。俺はもう彼の刑罰を受け、永遠の追放を受けた。はあ、昔のことを語ると濁った水をかき混ぜるかのように不快感がよみがえってくるよ。おそらく君のその見た目が、竜の角が、竜尊の気質が、二人の姿を結びつけているのだろうね。だから言って。ああ、聞こえているよ。聞こえてはいるが、それが何だというんだい？たった一言や二言で、周りの態度を変えられるのであれば、この世に紛争は起きない。炭風として見ないでほしいと言ったか。いいだろう。炭風として最後に一度手を貸してほしい。それが終わったら彼の死を認め、君への追放令も撤回しよう。炭風にできたことが俺にもできるとは限らない。できないなら約束はなしだね。君の前世を恨め、彼があんな馬鹿げたことをしなかったら、ケリュウの力が完全に残っていたら、こうして君に迫る必要もなかったというのに。再びここに立つ君と私は違っていると、私はさっきそう言ったね。炭風はいなくなり、炭鉱だけが残っている。今はただの羅浮将軍でしかない。やらざるを得ないことがあるのだよ。さてと、明るい話題に変えよう。君が列車で作った友人たちが今近くにいるのだが。彼女に美月やベルトさんが、あいつらをここに連れてきたのか。ああ、行こう。君の友人と報酬の忌み物を警戒し、性格ハンターを警戒し、薬王秘伝を警戒してきた。まさか反物質レギオンだったとは。巡視の最中に下道どもと戦うことになるか。この一戦を経た後、ラフの存亡に関わらず、同盟はレギオンを不遇大天の敵とみなすだろう。知っているかい、炭風が犯した罪に対して獣王氏は君を滅するべきだと強く主張したんだよ。そして寿命族の方は半々。
ケリューの伝承が半分しか完成していなかったからね。寿命族の長老は君を憎んでいたが、殺す勇気はなかったんだ。獣王氏と天白氏が納得するよう圧力をかけ、彼らはタンフーに脱輪の術を強制的に執行した。だが、おお、君の友人たちがレギオンの連中と戦っている。急ぐぞ。この機会を逃さないで。陛下に慈悲なし。うちの出番。構わない、天候の荒波。さあ飲む。この機会を逃さないで。機を逃してはならない。泣いてよ、ここへ。始めようか。隙だらけだ。陛下に慈悲なし。立ち、切る。この力に。使うつもりはなかった。天候の荒波。ルールは破るためにある。私に続く。泣いてよ、ここへ。即戦即決で行こう。この力が騒いでいる。天候の荒波。さあ飲め。隙だらけ。ついてないね。使うつもりはなかった。天候の荒波。始めようか。この力が騒いでいる。天候の熱さ。飲む。ケーゲン、やっと来ましたか。すまないすまない、ご苦労だったフゲン殿。新作譜の先方はもう読んである。元老の計画については。剣木です。一番の異様はあそこにあります。絶滅大君である元老が用いる手段は、物事を内部から自戒させるものだと聞きます。きっとやつは剣木を操って儒家の力をまき散らそうとしているに。うん、状況は大方把握した。列車の諸君、喜んでくれると思い、主。頭のそれって角？話すと長くなる。だが、じゃあつまり本当に何らかの力を隠してたってこと？さて、雑談はここまでにしよう。列車がラフに着いた時、君たちは性格の問題を処理するためだと言っていたね。だがあの時の私は、性格ハンターに別の企みがあるのを恐れ、君たちの提案に乗らなかった。結局性格ハンターが何かを企んでいたのは事実だ。しかし
その企みは諸君をここへ誘導し、わざと事態を拡大させて泉州と列車を協力させることであった。今では諸君の誠意を疑う余地もない。だが普賢殿が言った通り、元老の登場で事態は制御不可能な状態に陥った。ラフの将軍としてやむを得ず炭鉱殿の力をお借りしたい。ラフの危機が性格と関係あろうがあるまいが、座視するつもりはない。だがこれは俺自身の意思だ。探索、理解、構築、連携、列車組が全うする開拓の心情はこの4つのワードだ。しかし旅は険しく、これらを貫き通すのは極めて難しい。恐怖、危機、敵、死、これら旅の困難を乗り越えて歩んでいける七し、前に進むにせよ離れるにせよ、七し人の目的地は自分自身で決めるべきだ。列車が次の目的地を決めるときに投じた一票みたいにな。炭鉱、あん、ありがとう炭鉱殿。俺は七死人としてここに立っているわけではない。これまでの道のりも一人振り回され、だが寿命の末裔として俺はラフへの責任を全うしよう。よし、みんな最初に来た時と変わらず正義が何なのかを理解してるみたいだね。じゃあこれからどうすればいいの将軍？妙案はない。これは一種の賭けだ。寿命族の長老がかけた中途半端な脱輪の術と、炭鉱殿がリュウソンの記憶を取り戻すことに賭け。リュウソン？剣木が低級の使命に切り分かたれても、儒家の王の呪いはかすかに残っていた。だからラフは不朽の末裔の力を借りて、古代リュウソンの指示のもと寿命族は枯海の水を引き、林縁橋を水没させて剣木を納める容器にした。その創去と犠牲を記念するために、泉州同盟は林縁橋で源流大雨の火を立てる。ふーん、この彫像なんだか炭鉱に似てるね。もしかしてこれ炭鉱の兄弟だったりして？少し似ているだけだよ。これは随分と昔の出来事だからね。強いて言えば歴代の劉村は皆外見が似ているんだ。今の代を除いてね。現在の劉村はただ襲名しただけの子供で、炭鉱殿は知っているだろうか。炭風が亡くなり、ラフの寿命族にはもうこのことができる者はいない。かつて剣木を守っていた君ならば、私たちのために剣木へ至る道を開けるはずだ。すべて君に託したよ。请逃开，让生活深深滚烫。
水の底にこれほどの建物が。寿命族の竜宮が林縁郷にあったと古書に記されていたけど、出庫の乱が起きていた時、私は幸運にもこの奇景を自分の目で見ることができた。今は総会の変を経て宮殿は廃墟と化している。寿命族の聖地で剣木を封印したことについて、ラフは彼らに大きな借りを作った。フゲン殿。はい。ここに残って運気軍を率いて道を守ってくれ。他の邪魔が入らないようにしてほしい。軽減。将軍はお一人で元老に立ち向かうおつもりですか？一人ではない。友人たちが同行しているではないか。将軍様、我々も将軍様にお供します。我々もそうです。将軍様、あまり力になれないかもしれませんが、運気軍にとって選手を守るのは役命です。それを異教の旅人に任せてその背後に隠れているなどできません。皆の気持ちはよく分かった。だがこの先にいるのは北条の忌み物ではなく、半物質レギオンの絶滅大群だ。この道を通れば帝宮と人滅の対決となる。それよりも君たちにはもっと重要な役目がある。私が剣木に入り、海が元の姿に戻ったら即座に撤退し動天を封鎖せよ。その後は大木の指示に全てし、はっ！フゲン殿、もし私が帰ってこなかったら事の顛末を整理して他の選手に報告してほしい。帰って自分でやりなさいなどとは申しません。その命しかと承りました。少しだけ